人間をきちんと見破れる人が少ないとは思っていましたが、というのが今回の選挙で分かっただけでも僕も勉強になりました。ジャパンメンサ取得、コインマジック日本一、孤高の天才マジシャン、ポンタザスミス、初の脱スピセミナー、11月3日開催。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。無料で電子書籍をセルフ出版、シアコミック。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の笑いは総裁選の結果動画でございます。石破氏が総理大臣になってしまいましたが、まあどれもこれも外れしかいない終わっている戦いでした。さすがに最後は白熱した接戦でしたから、それを受けてマカロンが届いておりますので、先に読んでから動画を進めてまいりましょう。政治家の石破茂さんの面相をお願いいたします。目つきがねちっこさとゆっくりした喋り方が気になります。次、ケンケン先生こんにちは。鋭い考察毎日楽しませていただいています。自民総裁選9名の似顔絵を1枚のインスタに掲載しました。若い2人以外非常に悪のある人相、正解でした。林さん、石破さんの目は何を繰り返すとあのようになりやすいのでしょうか。また耳が大きい傾向も見えます。先祖代々盗み聞きにより情報収集し、今の地位を得た家系の可能性が高いのでしょうか。ご教授いただけると幸いです。次、自民党の次の党首が石破になりました。誰がなっても宗教とは切っても切り離せないので、せめて大蔵省とは距離を取れる人物が良かったのに。次、ケンケン先生、次の総理がゲル石破になってしまいました。あの気持ち悪い顔が日本の顔になるのが嫌すぎますが、感想学的には大丈夫なんでしょうか。次、自民党総裁選で石破氏が逆転勝利し、次期首相になることが決定しました。まだ統一さないでなくて良かったと思いますが、石破氏も面相が悪いですよね。サブチャンネルで総裁選のメンツの感想学はざっくりとやられていたかと思いますが、ぜひメインでじっくり石破氏の感想学をしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。次、自民党総裁石破さんになりましたね。議員さん方にとって失礼かもしれませんが、まだ石破さんの方がマシなのか、女にやらせたくなかったのか、思いは様々と思います。先生は女性の方の範囲は何と思われますか。次、石破が総理になりましたが、高市が一番ヤバい人間ですよね。国民はなんで騙されてる人間が多いんでしょうか。高市信者はお花畑ビーソーが多いのか、それとも在日韓国人や統一教会が応援してるだけですか。高市は韓国人ですよね。最後もう一通、のむみが推している高市早苗が落選しました。嬉しいニュースです。はい、8名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして、皆様ありがとうございます。政治家の名前はわかるのですが、一人だけ知らない方のお名前が最後のマカロンで出てきました。名字はわからないのですが、のぶみという方みたいですが、こちらの画像の誰かのツイートスクショ、いとこが知らぬ間に作ってた娘、6歳らしいしお菓子時だよねという、絶対に人としてはありえない異常なペドロリ発言に対していいねを押して児童虐待に賛同している方が、こちらの絵本作家のぶみという人なんですが、この方とはまた別ののむみさんなんですかね。同姓同名だったら申し訳ございません。少し気になりましたので触れさせていただきました。石破氏が総理大臣になったということで、感想学リクエストが来ています。最後まで争いました統一教会のお姫様、ツボキムチプリンセス高市早苗氏も一緒に今回の総裁選について触れていきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、石破新総裁誕生。項目2、2人を感想学で見る。項目3、鑑識眼ほとんどの人がない。項目4、最後のパーツの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、石破新総裁誕生です。ではまず今回の件、ニュースから見ていきましょう。日テレニュース様の記事を引用させていただきます。解説、石破新総裁誕生の裏側、5回目の挑戦制す勝敗のポイントは、というタイトルでございます。自民党の総裁選は27日午後、決選投票が行われまして、5回目の挑戦の石破茂氏が勝利し、新たな総裁に選ばれました。総裁選の舞台裏では一体何が起きていたのでしょうか。総裁選の取材を続けてきました政治部官邸キャップ平本紀明記者が、次の3つの疑問をポイントに解説いたします。1、勝敗を分けた3つの数字。2、投票の舞台裏で意外な動き。3、石破新総裁直面する課題でございます。まず勝敗を分けました3つの数字とは何の数字でしょうか。1つ目の数字は決選投票で勝利の決め手となりました石破さんが獲得しました議員票の数189です。決選投票では党員票より議員票の比重が重いため、決戦でどこまで石破さん高市さんが議員票を積みますかが注目されましたが、本当に読みづらい展開でした。
1回目での石破さんの議員票獲得は46票でした。決選では189票で143票増えました。一方高市さんは1回目で議員票獲得は72票、決選では173票で101票増えました。石破さんは決選で高市さんより40票以上も議員票を積み増したことが勝利につながったといえます。石破さんが決選で票を伸ばした理由はどう分析していますか？これは詳細な分析が必要です。しかしこれまでの取材で2つのことが言えると思います。一つは今も党内に影響力を持つキングメーカーを狙う岸田首相の支持があったことが一つの要因だとみられます。岸田首相は周辺に高市さんだけは応援できないと話していました。こうした中、これまでの取材で岸田首相が旧岸田派の議員に対して石破さんに投票するよう指示を出していたことが分かりました。決選投票で旧岸田派の固まった支持がプラスに働いたといえます。もう一つは次の衆議院選挙を見据えて議員心理が働いたとみられます。選挙を見据えますと高市さんには不安があったということでしょうか。総裁選の討論などを通しまして高市さんには2つの不安の声が上がっていました。一つ目はいわゆる裏金議員へのスタンスです。高市さんは陣営に裏金議員が多かったことに加えまして選挙での公認問題などで党内から裏金議員に甘いという声が上がっていました。こうしたことからある自民党幹部は裏金問題に甘い高市さんでは衆院選はボロ負けになると指摘していました。二つ目は高市さんが打ち出しました保守色への警戒感です。高市氏の総理になっても靖国神社に行くといった主張などに対して党内からは過激すぎるという声も上がりました。立憲民主党の新しい代表が保守的なスタンスな野田佳彦さんになったことで穏健な保守層が立憲に奪われると不安視する声も自民党内には出ていたんです。こうした仮に首相となった時の高市さんに対する不安感が石破さんへの投票につながったのではと見ています。2つ目の注目の数字は何でしょうか。これは決戦に進めませんでした小泉陣営の議員票の数字75です。というのも党内では小泉さんが決選投票に進み石破さんとの戦いになれば小泉さんが優位という見方がありました。小泉陣営からは1回戦を勝ち抜けば決選は勝てるという声が多く出ていました。そこで劣勢と言われていました党員票の分を挽回すべくここ数日相当激しく他陣営から議員票の引き剥がしを行っていました。陣営内からは議員票は90近くいくという声もあったのですが蓋を開けてみたら議員票は75にとどまりそこまで伸びなかったことが決戦に進めなかった要因です。決戦では国会議員票の重み増しが大事になります。その議員票で叶わないと見られていた小泉氏が1回戦で敗退したことが石破新総裁誕生につながったといえます。では平本さんが注目した気になる3つ目の数字とは。3つ目は会場で開票の時にどよめきが起きた数字がありました。1回戦で高市さんが獲得した党員票109です。1回戦では石破さんが党員票では1位になると見られていたので高市さんがトップになったのは驚きでした。ただ日本テレビの独自の党員調査でも高市さんが党員票を約110票獲得すると分析していました。さらに選挙期間中高市さんが上昇傾向を示していたため最後はトップになったと見ています。党内から高市さんが党員票をここまで獲得するとは思わなかったと驚きの声が上がっていました。そして2つ目、舞台裏では意外な動きがあったのでしょうか。注目したのは今回の総裁選から設けられました新たな10分間の攻防です。決選投票の前に1人5分ずつ合計10分の演説の時間が設けられました。これまではなかったものです。多くの議員がこの時間に派閥のトップなどから決選ではこの人に投票をという指示が来るのではと話していました。あるグループでは具体的な戦略も立てていました。2段階メール作戦と言われていて、ある党内のグループではトップが同期のリーダーにまず1段階目でメールを送り、そのリーダーが同期の議員にメールを回すというルールを事前に作っていました。会場で取材していた記者に聞いたところ、投票中、演説中に携帯を気にしていてチェックしていた議員がいたということです。石破さんが勝利した背景にはこうした派閥単位でまとまった票の動きがあったのではないかと今さらなる取材を続けています。そして3つ目、石破新総裁はどのような課題に直面することになるのでしょうか。これは2つあります。1つ目は人事です。石破新総裁は党の要である幹事長、内閣の要である官房長官などチーム石破の人事に着手しなくてはいけません。岸田首相は総裁選を通してドリームチームを作ってほしいと注文をつけていました。まず総裁選に出馬しました8人の処遇をどうするのかです。中でも注目は決戦で戦った高市さん、そして3位の小泉さんの処遇です。党内からは石破総理であれば幹事長には小泉さんが最適だという声は早くも出ています。脱派閥がテーマとなる総裁選でしたが人事で派閥の呪縛から脱却できるか試金石となります。2つ目は解散の時期です。
石破候補は総裁選の期間中、早い時期に解散を行う方針を示していました。今、想定されています解散総選挙の日程は最短で10月27日です。自民党内にはこの総裁選の直後に解散総選挙を行うべきとの声があります。一方で今週同じくトップが変わった立憲の野田代表は、新しい総裁は予算委員会などを開き、野党側との議論の時間を確保すべきだと主張しています。石破新総裁がいつ解散し総選挙に臨むのか、判断が迫られています。今回過去最長となります15日間の総裁選をずっと取材してきて何を感じましたか？今回は異例ずくめの総裁選でした。脱派閥がテーマとなる総裁選で、確かに派閥の締め付けがなくなり、9人が立候補するなど新たな面もありました。ただ派閥の問題点は金と人事です。総裁選の終盤戦では派閥の重鎮への要請を行う動きが表面化しました。例えばそこで投票を依頼する代わりに人事などを約束するようなことが果たしてなかったのか。石破新総裁は勝利を収めましたが、本当に脱派閥を実現し自民党が生まれ変わった姿を見せられるかは、ここからが本当の戦いと言えます。はい、ということでしたが、僕はこれで良かったと思いますよ。最悪は免れたと言えるでしょう。それでは次の項目です。詐欺込む項目に2人を感想枠で見るです。今回最後まで戦った五郎人を感想枠で見てみましょう。しかし総理に決まってからだと、また後出しと言ってくる後出し中がいるので、以前2021年9月にやったもので確認してください。僕の話が合っているのか、まるまる外れていたのかを見ていただきましょう。ではどうぞ。項目に石破茂さんを感想枠で見るです。いやいや、すげえ顔してますな。インパクト大、感想師といえどもなかなか見ないタイプの顔です。でも貫禄はすごく、怪事に出てくる AI グループにいてそうな人間ですね。でも良いか悪いかは別にして、これぞ政治家と言える顔ですね。顔の形はいいんです。非常にパワフルに物事をこなしますし、きっちりとお金もついてくると読めますが、この顔型の場合は顔色も一緒に見るのが基本なんですが、顔が赤いのは少し攻撃的な性格寄りになり、ちょっとだけ悪くなります。額は広くきつそうであり、生え際は若い時の写真ではバッチリとわかる直線型ですので、仕事をしっかりこなすが頑固者と読めます。眉は人たらしであると同時に色欲まみれとも見られるそうなんですが、彼はそういうスキャンダルとかありましたかね。眉間の間、いわゆる迷宮は程よい広さですので、この部分は非常に強運豪運と読めます。羨ましいです。しかし三根が広めなのは逆にダメで、いい加減で性欲強めと言えますし、三根に横の門があるのもいただけないですね。目は若い時はまだ可愛いもんでしたが、年を取るにつれて良くなくなりました。非常に執着心が強いですが、加齢につれて悪い方向への執着と変わったのでしょうか。少しだけ目の形や大きさも違いますが、この部分も総書により書いてあることが違うので、僕は他の部分と一緒に見て基地か強化を決めますが、石破さんの場合は少し強、関わりのある人間に還元できないと見ます。鼻は分かりやすいくらいの基地でボスタイプであり、お金の入りや溜め込み具合もベスト、しこたま貯金してそうですね。耳も説明はいらないくらいの良い耳ですね。ほうれい線はあまり良くないので、このケースで成功しているのはなかなかすごいです。口は閉じているときはまだ良いですが、口を開けたときの形が良くないです。ただしぶとさが波じゃないので、泥をすすっても生き残っていく男です。かなりの強さがございます。ということで、石破さんを面相のみで見ますと、元来の強運、粘り強さから自分の才能以上の成功ができる人間、お金は相当持っているでしょう。僕らが考えている以上にしたたかですので、よっぽどのすっぱ抜きなどがなければ立ち回りが上手ですので、いろいろと表には出ないのではないでしょうか。もし何かスキャンダル的なものが出たら、それは10個やったうちの1つくらいでしょう。項目5、高市早苗さんを感想枠で見るです。この人は最近ヤフーニュースとかに出るまで一切知らなかったんですが、さすがにこの面相は感想誌や面相読み取りをやっている人から見ると一発でわかるヤバさですね。たまたま動画なども見たんですが、今まで見た女性政治家で最も競争じゃないかな、がファーストインプレッションですが、詳しく見ていきましょう。顔が細長く、顎が尖っており、肝骨が出ています。視力が高く、男勝りのマウント志向です。さすがは女性政治家といったところ。どの写真も生え際は出してませんでしたが、額は広いので頭脳明晰で頭を使う職業に就くと見ます。前髪が常にあるんで学問は分からず、眉は描いてますが、若い頃の写真から見ると眉も悪くなく、仕事はこなせるし、金運も良いが女性なら家庭運注意というものですね。さてここからです。分かりやすく安定の中低部分悪しです。この写真を見てください。三根の広さは言わずもがな、きちんと横の門まで入り、目は誰が見ても即判別可能の邪神の目、いい加減で一切信用ができず、放つ言葉に信憑性はほぼございません。僕から見るとめちゃくちゃ怖いです。
近くにいたらオロチカツミくらいダッシュで逃げます。それと花も分かりやすいマウント思考ボス希望型、高市さんの好きな男性のタイプは福沢諭吉でしょう。鼻の穴の向きも良くないですね。口の先端は素人の方では難しいので、閉じた時開いた時両方見てほしいんですが、開いた時の方が高市さんは分かりやすく、弁は立つが信頼が全くできないと取るのがごく自然です。またこの方は面相以外でも読み取れる部分が多く、最も分かりやすいのは喋り方、そして喋っている時の身振り手振り、いろんなハンドポーズを交えますが嘘つきの特徴となり、感想枠ではやはりこの部分が果てしなくマイナスです。このようなポイントから高市早苗さんは頭が良く、カーストの頂点に立ちたいとの願望が強い女性ですが、面相、喋り方、所作からは何も信用ができない人間です。この方が今日の5人ではダントツ読み取りやすいですね。はい、といった感じでしたが、どうでしたでしょうか。石橋の面相も決して良いわけではないんですが、感想枠で言うと高市氏は半端じゃなく悪すぎます。しかし引っかかってる人が多いですよね。それでは次の項目です。項目3、監視機関ほとんどの人がないです。今回の総裁選だけの話ではなく、普段から周りを見ていますと、人を見抜く力、見破れる技術、監視機関、軽眼を持っている人間というのは非常に少ないです。ぶっちゃけ 8、9 割の人が節穴、残念ながらそう言わざるを得ません。今回の高市早苗議員にしてもそうなんですが、こんな発言をしていたからとか、彼女の政策はというような書き込みを見つけましたが、そんなものはどうでもいいんです。高市議員だけではなく、政治家なんて嘘をついてなんぼの商売でしょう。しかしその部分を思いっきり信用しきっています。耳障りのいいことなんて誰でも喋れるんです。ですからいろいろな部分パーツで人間を判断しなければいけません。そこで感想枠が必要になってきます。先日いただきました書き込みなんですが、このようなものがありました。石破さんの感想枠をお願いします。人相が悪いように感じます。よろしくお願い申し上げます。はい、とのことですが、これは無論正しいです。しかしながら、もし面相オンリーで判断するのならば、石破さんの悪さはそこら辺の飲み屋街になんぼでもいるおっさんのレベルです。そうですね、日本に余裕で1万人はいるレベルのおっさん競争です。そして競争の割合で言うならば、はるかに男性の方が多いのです。日本における犯罪者の男女別の割合でも男性の方が圧倒的に多い傾向にあります。計測する都市にもよりますが、犯罪者数は男性 80% から 90%、 女性 10% から 20% と、日本の刑法犯の統計に基づいておりますが、犯罪の種類によって男女の割合は異なるものの、特に暴力犯罪や窃盗、薬物関連の犯罪では男性が多くなっています。そして面相ではやはり凶暴さや粗暴さ、品のなさ、知性の低さ、そのあたりが大きなリーディングのシェアを占めますから、全然石破さんなどでは男性のマックス競争にはとてもじゃないですけども、たどり着けません。片や高市早苗氏ですが、女性の中では日本の歴史上1位か2位の競争です。無論僕も日本人女性全人口の顔を拝見したわけではないですが、まあ高市氏の競争は群を抜いています。これと戦えるとすれば、現在過去隅田美代子ただ一人です。しかし隅田美代子は写真1枚しか出ていませんから、ひょっとしたら動画などを見れば変わってくるかもしれません。無論面相が全てではありませんが、先ほどの書き込みのような質問されています。その返答を感想誌からしますと、高市早苗氏の面相はおそらく日本女性史上何がどうあっても競争上位3位には間違いなく入るでしょう。万が一高市早苗信者の方が良い人だとか善人と評価しているのであれば、その方は鑑識眼、軽眼、人を見抜く能力は残念ながらゼロです。それだけは 100% 間違いありません。僕も感想誌をして長いです。信者は無理くり何かごねてくるかもしれませんが、さすがにこのレベルの面相ですと先端を見せることは絶対にありません。人相見というのがなかなか厄介なジャンルでして、一般の人でも私は見る目があるとか、自分は人間の判別ができると何の根拠もなく考えている方がそこそこおられます。ですが残念ながら全く間違っています。そう言ってる方、あなたは人を見破ることでお金を得たことがありますか。詐欺師と事前に確実に的中させたことありますか。本心を見抜くため企業の面接官に雇われたことがありますか。僕は人を見抜くプロで大勢の人間を見破ってきました。ですからスケボーやバスケットボール、将棋ではあなたたちより実力は下でしょうが、感想枠でははるかに上なんです。人を見るということは英語の see や look ではありません。人を見るというのは analyze でございます。それは僕よりも USJ やディズニーランドでチケットのもぎりをやっているスタッフさんの方がはるかに多くの人数をルックしているでしょう。しかしそれと感想枠は違います。そしてまた見破りづらい人間、見破りやすい人間、どっちもいます。高市早苗氏は無論後者で 0.2 秒で全てを見透かすことができて、リーディングを見間違うことはありません。
ですから高市信者の方、議員としていいか悪いかは僕は知りません。しかし正しい人、正義の人、善人という人物判断をされている人は、繰り返しますが鑑識眼がゼロですので、今後一切あの人はいい人だとか人物批評はやめましょう。誰かと仕事をする際も別の方に意見を聞いた方が賢明でしょう。それでは最後の項目です。項目4、最後のパーツです。感想学というのは、面相や所作、喋り方、服装、アクセサリーなど相手の全てを利用して相手がどういった人間かを特定する学問です。政治家なんて言葉から見抜くの難しいですよね。全員いいこと言いますよ。出来もしない公約も掲げますよ。イメージが大事ですからね。今回高市氏を見抜ける大きなポイントが、面相や喋り方などの他に大きいのが一つあります。それがムン・ヒョンジンでございます。この頭に弾丸を巻いたイカれた男は、統一教会教祖文政明の七男でございます。統一教会の最も過激な分派のサンクチュラリ教会の教祖でございます。常に頭に銃弾を巻いていることでヤバすぎるのは一目瞭然ですが、この彼がガチガチに推しているのが高市早苗氏でございます。もうここオンリーで分かりそうなもんなんですが、なぜそんなに応援するのか、なぜここまで過激な人間が推すのか、そこの部分パーツさえ理解できれば人間像が全て浮き彫りになるはずですよ。高市早苗氏が総理大臣になることを最も応援していたのが、この壺よりヤバいと言われるサンクチャリ教会ムンヒョンジンです。このムンヒョンジンが喜ばずに死ぬほど悔しがっているだけでも石橋になった甲斐があったのではないでしょうか。もともと人間をきちんと見破れる人が少ないとは思っていましたが、その数よりもはるかに少ないというのが今回の選挙で分かっただけでも僕も勉強になりました。凄まじい悪人ですら全く気づかない、気づかないどころか善人とまで読み間違えてしまう。そりゃ世の中から詐欺もマルチもなくなりませんね。はい、ということで今回は総裁選について話させていただきました。本日もありがとうございました。ジャパンメンサ取得、コインマジック日本一、孤高の天才マジシャン、ポンタザスミス初の脱スピセミナー、11月3日開催。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト、詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまうまだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。